はい、今日はですね、約1年前に購入したリエールサキュレントの多肉が現在どうなっているのかをちょっと紹介しようと思います。こんな感じです。パッと見つっても僕はほとんどというか全く世話してないですけど、はい、こんな感じ。 iPhone 綺麗やな。動画これなんやろ。これが本尾か。本尾鼻が出よる。鼻がほら、本尾鼻が出よるね。ソンヨンさんもいますね。チェホンマン、チェアマンあった。コロキ、コロキ、あ、コロキも鼻が出よるな。これがブラックパンダ、アルバビューティーや。覚えとるで、アルバビューティー。これも鼻が出よる。やっぱ多肉はすっごいね、生命力がありますね。生命力を感じます。アメ登録ね。ね、これはマリア、マリアさん。ちょ、マリア綺麗やな。ちょっと見よう。よいしょ。ほら、この木陰感もまたおしゃれやね。木陰感がインスタ映え。これほら、これインスタ映えや。これこんな感じになっております。すごいね。こうパッと見たらすごい綺麗やな。鼻なんか出ちゃって。まあ個人的に僕が好きなの1個選ぼうかな。じゃあ、そうやな。俺が好きなのはでもね、やっぱ結構鼻が出てね、頑張ってくれたのとかって思ったら、このね、コロチキ、コロキや、コロキとかね、ほら頑張っとるでしょ。これこの感じは好きですよ。こいつにしよう。こいつで。あとは、うわ、ブラックネイルすご。これこんなになかったよな、絶対。こんなもじゃついとったっけ。これブラックネイル、ブラックネイル、これかっこええわ。これブラックネイルかっこええけど、マリアね。マリアもさっき今も見たけど綺麗や。ほら見て、これすっごいわ。てか iPhone の画質に感動しておるわ。すげえ。 iPhone 最近12に変えたんでね。 iPhone12 に。これがウィリーウィリー。これはな、買い足したやつかな。鼻が出よるけど、うん、はい、そんな感じです。他にもね、今このリエールさんのとこで購入したやつ以外にもあるんやけど、ちょっとだけそれも紹介しようかな。よいしょ。はい、全部奥さんコレクションです。この棚もね、組んだのに最近は地べたに置いてます。まあちょっと近くで見ようか。すごいこの辺丁寧に作ってますよ。僕これ好きなんですよね、こいつ。よいしょ。この熊の手みたいなやつ、これかわいいやろ。こいつ、こいつ好きです。よいしょ。そんな感じかな。多肉植物すごいよな、本当。これ花も咲く、花咲くやなとかね、って感じです。じゃあちょっと久しぶりに多肉の紹介でした。はい、では失礼します。と思ったんですけど、こちら見てください。これちょっとリエルさんの、ね、葉っぱを葉差しでね、ほら子孫がたくさん生まれてますよ、こうやって。はい、これはすごいね。はい、ほらこの辺もたくさん受け継いでます、リエル。はい、ほらほら、ブラックネイルもこんなチビのがこうウニャウニャって出てますよ、って感じで。またたまに多肉紹介しようと思いますんで、さよなら。